はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。273回ということなんですけれども、これは驚きましたね、郷原さん。中国新聞の目の覚めるようなスクープ。安倍首相ら政権幹部4名から河井氏に渡った6700万円多額現金買収事件の核心かということなんですけれども、はい、超ド級のスクープが飛び込んできました。私ね、広島地検特警部時代からこの中国新聞知ってます、はいはい。いやね、地方紙の中ではね、本当にあの調査報道に非常に力入れてるんで、はいはい。まあ、今回も河井事件のことはね、徹底して取材報道してました。徹底して取材してた中国新聞、ね、はい。その取材班がね、出した本ばらまきっていう、ね、はいはい、こういう本も出てるんですよ、うんうんうん。本当にね、今なかなかね、新聞テレビ、調査報道ってやるコストもかけられない、人もいない、もう本当に当局の垂れ流し報道ばっかりになってる中で、そうですね、まあ、そもそも腰が引けてますしね、まあ、今回のこの記事は、もう完全に中国新聞独走、もう他のメディア、追っかけることもできないと、まあ、本当にジャーナリズムとしても非常に評価できる報道だと思いますね。このまあざっくり言うと、東京地検特捜部の捜査の際にですね、この河井サイドからですね、メモが出てきたと。 A4 版のメモ、その中にですね、総理、つまり当時の安倍さんですね、総理2800、菅っち500、これがあの菅、当時の官房長官ですね、菅官房長官、菅っち幹事長3300万、あまり100と手書きされていたという、これがまあそのいわゆる自民党の政権幹部から河井側に渡った現金のメモではないかとされているんですけれども、これはね、非常に大きな意味のあるメモに基づく報道ですね、というのはこれ改めてね、この河井事件で買収原資についてどういう話になってたのか、はい、多額原資、現金買収は一体どこから来たお金でお金をばらまいたのか、っていうのはずっと言われてましたよね、はい。これについていろいろ言われてたのはあの1億5000万なんです。あ、はいはいはい、溝手氏もう一人の、ね、自民党公認候補は1500万なのに、片や河井案里氏は1億5000万、10倍、1億5000万ですね。このお金が買収原資に渡ったんじゃないかということがずっと言われてた、それはずっと河井克行氏本人は否定してた、じゃあ克行氏が自分の裁判でどう説明したのか、どう供述したのかというと、タンス預金だって言ったわけですよ。言ってましたね、はい、自分の歳費とかを貯めておいたものがね、貯めといた、はい、使ったという、ね、そこから使ったと言ってるんですけど、はい、これはね、で、河井氏の後半の被告人質問でもう完全に否定されてます。なるほど、もうボロボロになってます。だってまず第一に2020年の1月15日に自宅に捜索が入ってます、はいはい、まあ、この時の捜索は広島地検特警部です、まだ東京地検特捜部が入ってない、はいはい、来る前ですね、広島地検特警部、この時に自宅に現金はほとんどなかった、なかったなるほど、まさかその自宅に捜索入るなんて予想してないですよ、はいはい、その状態でなかった、しかもしょっちゅう借り入れをしてるみたいなんですよ。あ、はいはい、火の車ですよ。お金なんてあるわけないわけですよ、そのまとまったお金が どっかから調達しないと。なるほど。そしてしかも1億5000万についてはこれ河井事件がもうあの裁判が終わってからですけども、確か2021年の9月に自民党本部で調査結果を公表してるんですよ、あの柴谷幹事長だ、はいはいはい、もう全て他の用途に使ったということが確認できたと、なんかチラシみたいなこと言ってましたね、はい、印刷物とかね、はい、ちょっと本当かなと思ったんだけども、まあ、それが間違いないとすると1億5000万ではない、他にどこにお金は、タンス預金でもない、はい、じゃあどこから来たお金なんだろうという話になるんですよ、ね、それがこれじゃないか、明らかになったわけですね、特に安倍さん2800万円、まあ、安倍さんっていうのが噂レベルではねずっとはあったんですけどね、そうなるとですね、いろいろな話がまたねこれに関連してくるわけですよ。そうですね、そもそもなぜね、2人目を出したのか、でこれはねなんか憲法改正のためにね、少しでも議席を増やしたいから、ね、ということをしきりに言ったんだけど、これ全くおかしいんです、そうですね、当時、2人目を立てるとすると、もう一つあったんですよ、茨城、はいはい、茨城選挙区は広島以上に票が空いてた、
それまでもずっと与野党で1議席分け合ってたんだけども、うんはいはい、広島以上にダブルスコアで票が入ってた。だから当然憲法改正のために1議席増やそうと思えば、うん、茨城もやってるはずですよ、うんうんうん、でしかも茨城はこの時、うん、野党がなんか分裂しちゃってぐちゃぐちゃだったと。それをしないでわざわざ一人で狙えたはずなんですよ、はいはいはい、ところが茨城は全くそんな話がなくて、とにかく広島で河合案里という話になって、で何回も克行氏が官邸に行って、あの人2人で会ってるんですよ、うんうん、そういう背景事実がある。ひどい話ですね。しかも、うん、このお金、うん、とうとう出てきたわけですよ、うん、安倍当時の首相から2800万円というお金が渡ってる、うん、で一方で秘書が5人入ってるんですよ、うん、応援に。山口から下関から広島にこれで現金ばらまいてる最中に、その前後でよろしくよろしくって言ってる、うん、総理から、ね、総理からということも言ってるわけですよ、ね、うん、勝之氏本人がこのお金は総理からだ、うん、安倍さんからだから。これらの事実を全部ね、うん、総合して考えてみると、うん、やっぱりこの事件で何とかして溝手氏を落として、ひどい、安里氏を当選させようとしたのは安倍元首相本人ではないかと。いや、しかもそれ支援ですよね。支援です。もう個人的な恨みですよね。自分が批判されたと溝手さんに。そうなんですよ。これはね、大変な問題だと思うんですよ。でもう一つね、重要なことは、うん、このね河合事件の時以降、うん、もう一つ大きなことが起きてるんですよ、うん、まあ、安倍元首相が銃弾に倒れた、うん、あ、はいはい、帰らぬ人になったということももちろん大変な問題です、うんうん、しかもその後、うん、安倍氏を国葬をしたんですよ。国葬にね、安倍氏が本当に国葬に値する政治家だったのかということに関して、うん、国論を二分したわけですよ、うん、でも結局岸田首相、うん、押し切っちゃいましたね。吉田茂元首相について戦後2人目の国葬で送られた安倍晋三という政治家がどういう人物だったのか、うん、これまさに日本の政治史、歴史上の重要な事実じゃないですか。それに関して今回のね、このメモ、極めて重要な動かぬ証拠ですね。証拠です。うん、もう分かりやすく自分の悪口を言う政治家は許せないから、2人目の候補者を出してお金をどんどん出して、それで実際落としちゃった。溝手さん落ちてるわけですからね。そのね、溝手氏落とす気持ちなんか全くないと、こういうことも言ってんですよ、河合氏は。だからその安里氏が当選した後も万歳三唱しなかったと、もう溝手が落ちたから、そういうこと言ってるんですけども、これもね後半で検察からズタズタにされてるんですよ、ね、だってメールで、あ、溝手がようやくおかしくなってきたって喜んだメールを出してる。それからなんとかネガティブキャンペーンあれないかとかね、ネガティブキャンペーンをね、うん、業者に頼んでる、うん、明らかに溝手落としなんです、ね、溝手潰し。これあとはね、いや、メモに信憑性がないと、うん、これは実際こんなお金渡ってないという、うん、そういう弁解言い訳しかありえないです、うん、最後問題になるのはこのメモの信憑性。あ、信憑性ね。でもね、ここもね、中国新聞は非常にね、きっちりね、うん、間接事実からこれは間違いないんじゃないかと思えることをちゃんとね、続報で書いてます。それに、ね、私ね、その中国新聞で書いてることに加えて、はいはい、スガッチ、うん、スガッチ500万、スガッチって言葉がね肝だと思うんですよ。そもそも、うん、いろんなその地方政治家にね、はい、お金ばらまいたことが発覚したのは、はい、この1月15日の自宅ガサで、はい、一覧表が出てきたんですよ。あ、誰々にね、100万とか50万とか30万とか、はいはい、そこに、はい、コタっていうのと、うん、ブーっていうのが書いてある、はい、コタとブーね、はいはい、うん、コタとブーってのはどういう意味なんですか。ね、勝幸氏は、うん、その安里さんから、うんうん、コタヌキ、コタヌキって呼ばれたんです、はいはい、だからコタ、はいはい、でブっていうのはブーっていうのはブーブーって呼ばれたらしいんです、うん、安里さんがね。だから夫婦間の愛称で略称で書いてあるんです。コタとブ、そのね、そのメモの書き方として、うん、まあ、2人の間の秘密だよっていうことを書いてあるんです。なるほど、うん、だからこのね、総理2800万円、スガッチ500万、しかもその一番末端のところにね、アマディ100、これアマディはアマディですよ。アマディ100で、このアマディ氏は中国新聞の取材に100万渡したって認めてるんですよ、うんうん、あ、これはまずい、ね、まずいじゃないですか。そうです、他の議員にもみんな渡したんだと。あ、みんなに配った100万円の100だと。そうです。
まあ、認めてるんですよ。これこのメモかなり信憑性高いですね。かなり信憑性高いということで、このね中国新聞がスクープした政権幹部から、うん、安倍首相、当時の安倍首相からのお金の流れ、うん、これはね歴史上の事実に迫る大変な報道だと。まあ安倍さんっていう政治家の、まあ、人間性をすごく象徴する出来事ですよね。ところで大原さん、これはこう刑事事件的にはどうなるんでしょうか。この問題は、うん、多分検察としては、うん、とても触れられなかったと思いますね。あ、なるほど、うん、というのはこの間ね、うん、不起訴を示唆して、はいはいはい、自白を言いましたという問題が出てきたじゃないですか。なんか録音があったとか ね、はいはい、だからあれは私あの件が明らかになった時に言ったように、うん、検事個人の問題じゃないんですよ。これは検察がこの事件に手を出そうとした時から、はい、ああいうやり方でしかできない事件は立てられなかった、うん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 、そのぐらい結構苦しい事件だったんです。なるほどね、うん、だって認めないから、うんうん、だって認めればね、うん、買収を認めればみんな失職するわけだから、普通に考えたら、ね、ね、うん、だからそれは心配いらないって言わなきゃ認めない。もう元々そういう構図の事件だったんです、うんうん、だからなんとかかんとか河合夫妻を起訴することで精一杯、うん、それ以上に伸ばすような余裕はなかった、うん、なるほどね、ということでとてもじゃないけどもその時点で捜査の対象にできなかったし、うん、現時点でもこれが買収目的で河合夫妻側に渡されたお金だということの立証はできないです、うんうんうん、なるほどね、そういう証拠はない。なるほどね、ただ、うん、そこが立証できなくても、うん、少なくとも結果結果的には買収資金に渡った可能性は極めて高いだとすると、これはそれ自体重大問題ですよ。河合克行氏が多額の現金をばらまいて、まあ、日本の公職選挙史上最悪の犯罪だと言われた、この犯罪のまさに核心部分が安倍元首相の支援から始まったんだと、ね、いうことだとすると、そこの部分、この日本の政治史をちょうど平成から令和に移り変わるところの政治史を塗り替えるぐらいの話なんですよ。そうですね、そのことをね私たちもう一度考えなければいけないと。だから私は克行氏が来年あたり、うん、今服役してますけど実刑で、うんうん、出所してきます、うん、ぜひ語ってもらいたい本当のことをね、真相を。そうですよね、彼はまさに日本の歴史に対して元法務大臣として真実を述べる重大な責任がある、うんうん、ぜひ語ってもらいたいですね。まあ、普通に考えてもこう自民党にくっついててもいいことないですからね。そうそうそう、最後そういう歴史的な証言をしていただけるかどうかということをですね、ぜひ期待したいと思います。それではまた次回。